静岡県熱海市で大規模な土石流が発生してから、今日で5日目となります。今も27人の安否が分かっておらず、捜索活動が続けられています。大量の土砂が流れ込んだ藍染橋の周辺では、今日も不明者の捜索が続いています。断続的に降る雨で地面がぬかるむ中、手作業で泥をかき出して捜索を進める一方で、 複数の重機を使って倒壊した家屋のがれきを撤去する作業も進められています県警や消防・自衛隊は後方支援を含むおよそ1700人体制で懸命の捜索を続けていますこの土石流で被災した家屋は122棟でこれまでに7人の死亡が確認されています安否が分かっていないのは27人で 静岡県と熱海市は氏名を公表して情報提供を呼びかけています。